はようございまっちょ。フォルテです。そしてプッシュです。お、初めて喋った。イエーイ。前回の動画全く喋らんかったけど、ちょっと本当に恐怖、こっち編集する側の気持ちなくて。プーさんは大学の先輩でもあります。僕が太ってる時から全部知ってますよね。そうだね。太ってる時となんか雰囲気変わりました？いや、ま、ずっと見とったけん、気づいた時にはなんか痩せとったみたいな。いや、ほんまにやるかったね。最初出会った時100キロとかだったよね。そうだね。その時のまあこんな感じのテンション。中身は全然変わらない。そう、いいこと、いいこと、いいこと言った。もう一回やってください。中身は全然変わりません。いただきまっちょ。今日ちょっとゆるく行こうや。ゆるく初見大会みたいな感じやけん。なんか楽譜を見つけて、簡単なポニョ。ポニョってみんな知っとるよね。それをちょっと聞いていきたいなと思いまっちょ。ポニョ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 ボール、クエクエクエチョコボール、やったっけ。俺歌下手くそだよ。崖の上のポニョを演奏していきたいなと思いまっちょ。初見大会なのでちょっと優しく見てください。どうですか、初見は。お互い苦手ということで。みんな何の曲が聴きたいん？わしは知らんのんよ。クラシックしか知らんのんけん。もうクラシック畑ですもんね。うん。久石譲アレンジ。え、作曲これ久石譲がしとったん？そうやね。絶対知らんかったでしょ。そう。ジブリってそうじゃない、でも。え？ジュール？ジブリってそうじゃない。あ、そうなんすか、うん、崖の上のポニョってジブリなんすか。ジブリじゃないかな。ジブリなんすか。え、ジブリなんすか。え、ジブリやと思ってたんやけど。嘘、絶対ジブリじゃねえでしょ。え、ちょっとまあ調べましょう、うん、見てくれてありがとね。よければグッドボスててなんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボ、マッチョ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 。